タートアップグラインドの、ファイアサイドチャットのインタビューを始めさせていただきます。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではあまりまだ泉さん全然表出られないですよね。結構そうですね、あんまりセミナーとか出てないので、割と黒子な仕事をしてるんで、あんまり表は出たのはかなり久々な感じです。でかなり貴重な機会だと思うんで、ぜひいろんなヒントを得ていただければなと思うんですが、まずそんな泉さんが今までどんなビジネスをやられててとか、そういった経歴とかプロフィール自己紹介をちょっとしていただければなと思います。ただいまご紹介を預かりました泉と申します。今まずですね、簡単に私の自己紹介をさせてもらいたいと思うんですけど、まず私は大学を卒業しまして、その後大和証券 SMBC、 今の社名でいくと大和証券統合されてるんですけど、大和証券と三井住友銀行が合弁で作った法人の資金調達とかですね、 IPO の支援とか M&A をやる仕事を中心とした会社に勤めました。でその後ですね、シティグループ証券っていう外資系の投資銀行で、こちらも両方ともですね、同じくその新卒の時から7年間ほど M&A とか資金調達の仕事をしてました。でその後ですね、2010年からフルスピードっていう上場しているインターネットの広告を売る会社なんですけど、そこの企業再生人として2010年からですね、上場会社の経営をしてまして、1年目は CFO っていう、ファイナンス周り、資金調達周りとかですね、財務周り見ている役員として入っていたんですけど、2年目以降からですね、COO とか CMO とかっていう、実務執行側の方のですね、再生人として入ってました。で今何やってるかっていうとですね、私自身で会社も創業してまして、2年前にリライアンスデータっていう会社を作っているんですけど、こちら のプレゼンテーションの資料、今日作っている資料も実はこの資料も私が作っているんですけど、プレゼンテーションをですね、きれいにするサービスっていうのをやっていて、いかにその投資家さんにとって分かりやすい資料を作るかみたいなことをやっていて、今はいろんな会社 その顧問であったり、コンサルティングとして上場している会社から、上場準備中の会社からいろんな会社のパワーポイントを作っていたりします。でこの仕事は半分自分がデザイナー的な仕事の側面もやりながら運営してるんですけど、昨年ですね、タグピクっていう会社を立ち上げました。これがどういう会社かっていうと、今皆さん多分インスタグラム使われてる方って結構多いかな、多分世代的にすごい多いと思うんですけど、インスタグラム そのインスタグラマーって呼ばれる人たちをですね、囲っている、今日本でだいたい900名ほど囲ってまして、海外だと700名ほどインスタグラマーの方たちを囲っている会社で、何をやるかというと、新しいその例えば資生堂さんが化粧品発表しますという時に、やっぱその影響力がある人に広めてもらわないと、なかなかそのいろんな方に使ってもらえないので、その新規のブランド の立ち上げの時とかにですね、そういうインスタグラマーの人たちにこの新しいその化粧品 その展示会来てくださいっていう形で動員して、例えば20人とかこういろんな方々、インスタグラマーの方々に来てもらって拡散をするという仕事をしてます。でこれなんで始めたかっていうと、もともと私がそのインスタインターネット広告の代理店を勤務していた時に、Twitter とか Facebook とか、YouTube とかいろんなプラットフォームが出てくる中で、なんかインスタ来そうだなっていうのを去年のですね、春ぐらいに気づいていて、それで創業者、私2人で創業しているんですけど、女性経営者の安岡っていうものと2人で創業した会社になります。でたまたまやっぱりインスタグラムの影響力すごくて、一気にユーザー数が国内去年今年と増えてきて、今かなりのユーザーさん囲ってるかと思うんですけど、そういったところをいち早く見つけて創業するっていうことをやってたりします。でもう一つがCFO コンサルティングっていう会社なんですけど、こちらの財務のコンサルティングやってる会社で、いろんな会社の例えば資金調達、融資とかですね、ベンチャーキャピタルから投資をしてもらうみたいなお手伝い、IPO の支援とかもやってます。大体こういう内容が私が今現在関わってる仕事になります。ありがとうございます。でそれ以外にですね、何やってるかというと、実は今13社ほどお手伝いをしていて、いろんな会社の社外役員をやっていて、
あの上場直前期とかですね、前々期とかの会社もあるんですけど、今日来てる方もいらっしゃるんですけど、スタートアップで今年作りましたみたいな会社 の支援とかもしています。で、何やってるかって、そのビジネスのデザインをする仕事をしていて、この会社のビジネスをどうやったらシンプルにより良く伝えれるかみたいなことをやっていて、あの今年でいくと、この藍染さんっていう会社とリアルタイムズさんっていう会社をお手伝いしてたんですけど、今年の3月にですね、東証マザーズの方に上場してまして、で結構そのいろんな、ここら辺も上場会社ではあるんですけど、オクファンとかアンビションさんとか上場会社なんです。ここら辺は上場している会社の決算説明会の資料をきれいにしたりとかっていう仕事をやってます。で、割とその黒子側の仕事をしていて、まあ、あのいろんな人の支援をしていて、あの社長さんとかと、まあ、が描きたいその事業戦略みたいなのをどうやったらその具体的に本当にこのパワーポイントの絵の中に落とし込むかっていうところをコンサルティングをしているようなことをやってます。で、例えば電通さんみたいな会社にはどういうことを受けてるか、外資系の化粧品ブランドのパワーポイントを作ってくれって言われて、まあ、そのブランドテイストに合うパワーポイントを作ってほしいとかっていうのは電通さんから直で受けたりとか、リクルートさんは新しい新規事業のプロダクトをローンチするので、そこのサービスの説明資料を作ってほしいとか、そういったことを受けたりしてます。で、累計ですね、そのこれ大和証券の時代からシティグループ行って、その後、上場会社の役員やった時の、まあ、累計にはなるんですけど、 M&A の仕事をかなりやっていまして、合計39件、なんか金額的にはちょっと想像できないと思うんですけど、 1.9 兆円ほどの案件をやってま す、 すごい、ね、はい。例えばあのちょっとなんか具体的にどういう会社があるかっていうと、あの多分皆さんが知っているところだけど、あの大阪にあるユニバーサルスタジオジャパンっていう会社なんですけど、ここはあのゴールドマンサックス、このビルに入っているあのゴールドマンサックス投資銀行が買収したんですけど、それがだいたい1000億円のディールでした。で、あとよく身近なところでいくと、楽天さんのアドバイザーをずっとやっていたんですけど、楽天さんがまあ某テレビ局買収したいということで、懐かしいあの見たことある方、テレビで結構ガチャガチャやってたと思うんですけど、あの時の楽天さんのアドバイザーをやっていて、それこそ三木谷さんに週一呼ばれて買収のシナリオを作るっていうところをお手伝いしてました。あ、じゃあ三木谷さんともお仕事やられてた。そうですね、3件ほどやってまして、まあ、あの楽天さん、あのダイバーが主幹事だったこともあって、いろんなそのやっぱり資金調達をしては M&A、 調達をしては M&A って繰り返していた会社の一社で、かなりその大クライアントだったんで、うん、あのずっと結構ベタ好きでお付き合いしてました。あとあのこのフジテレビですね、これは逆に防衛サイドの仕事をしてまして、結構そのテレビ局買収が一時期流行ってたと思うんですけど、はい、あの時にあのフジテレビさんの買収防衛の買収防衛策導入みたいなところをお手伝いをしていて、あのホールディングスにしたタイミングでお手伝いをしてました。守る仕事、守る方です、防衛ってこと。堀江さんがガタガタやってた後にですね、まあ、ファンドさんがちょっと株を買い占めそうになったりとか、いろいろやっぱりそのメディアなので狙われてたんですよ。で、それであの導入したのが、まあ、20% 以上議決権を取っても議決権は無効になるようなその買収防衛の設計をして導入したっていう事例としてお付き合いしてました。ありがとうございます。ちょっとね、あの数字が 1.9 兆円とか、あの2900億円とか、ちょっと僕も全然桁違いすぎて、あのいまいち大きすぎて、まあ、すごいっていうのは分かるんですけど、まあ、ちょっと、ね、あのすごいもうエリートの方なんですけど、慶応出身ですよね。そうですね、慶応の藤沢キャンパスって SFC っていうところ出身ですね。慶応から、さっきの経歴を進んで今起業されてるってことですね。はい。で、なんかそのすごいプロフィールだけ見るとね、あのすごいエリートで優秀の方なんですけど、やっぱその中にはいろんな紆余曲折があったりとか、山あり谷ありのもちろんことはありましたよね。そうですね、かなりこれからお話ししようと思ってますけどなんでそういうところをね、あのやっぱ成功してる方って絶対すごい失敗もしてるし、すごいいい経験ももちろんしてると思うんですけど、その分失敗もしてると思うんで、そういった部分もね、今日根掘り葉掘り聞ければと思います。で、それ以外に何やってるか、まあ、先ほどちらっとお伝えしたフルスピードっていう会社の企業再生をしたんですけど、この時にちょっと IR の資料をすごい綺麗に作って、まあ、インターネット上でバズった事例なんですけど、まあ、割とそのデザイン
力でこう伝えるみたいなことをパワーポイントの中で作っていて、まあ、あの多分皆さんと起業した時に会社概要で作ると思うんですけど、それをどうきれいに作って、なんかこの会社出資した方が良さそうだなみたいなものを見せる、その雰囲気、会社がイケてる感を出す時にどうするかみたいなのを作った資料です。でこの時ですね、ちょうど2014年ぐらいだと思うんですけど、スマートフォンに移行してるタイミングだったんで、決算説明会を日本で初めてスマホ型のサイズに作り変えて、でも上場してる会社だと決算説明会という資料年間に4回出してるんですけど、大体皆さん見られてるのはこの横型の普通のパワーポイントなんですけど、縦型のスマホで簡単に見れるあのパワーポイントを作ったりして、これが結構ネット上でバズったりして、その後ちょっと株価がストップ高になって株価がクイッと上がったと。こういう資料だけでもやっぱかなりそんな株価って上がるもんなんですか？そうですね、資料だけじゃなくて、実はここあの私が関与したのが実際時価総額20何億円ぐらいの時だったんですけど、はい、そこからまあクイッと株価上げた時に、あの、まあ、当然事業の再生もしっかりやった上で、さらに投資家さんに対してどう見せていくか、やっぱりその上場してるとあの株をその投資家さんが購入されるので、この会社綺麗になったなっていうのを見せていかないといけなくて、その時に IR、まあ、パワーポイントの綺麗に見せる術っていうのを、まあ、ちょっと使ってあの企業再生と合わせてやったという感じです。これ泉さん、フルスピードに関われたの時の時価総額は約30億円の時ってことですか？そうですね。で200億円まで、あの2年前に辞めたんですけど、その時に大体200億ぐらいまで。泉さんの経済効果半端ないですね、これ6倍まで上がってるんですもんね。でも上場されてる時ですよね、30億の時は。そうですね、上場したまま TOB という、まあ、公開買い付けっていうものになるんですけど、まあ、ハゲタカとか読んだことある人とか知ってるかもしれないんですけど、上場したまま 51% 会社を所有して、そこからその会社の再生をやるっていう仕事をやってました。すごいですね。200億とかいったら銘柄で2部とか1部とかいけるもんじゃないですか？全然いける水準です。で、あの親会社がフリービットっていう会社なんですけど、はい、まあ、この会社の再生 の貢献もいつ区分あって、先々週ぐらいに東証1部に上場しました。おめでとうございます。次がで、これあの海外のお手伝いした事例なんですけど、このフォーブスの今月かな、来月くらいの表紙になっている、方なんですけど、女性の起業家で、もともと三菱商事にいらっしゃって、その後海外に留学をされて、その後創業したあのファッション系の中古ブランドの買い取りのビジネスやってるんですけど、この方が変わってるのが、まあ、創業したのがニューヨークで創業していて、結構ニューヨークでスタートしたベンチャーってなかなか成功してる会社ってないんですけど、あのすごい急成長していて、この前ですね、ZOZO タウンさんがあのスタートデイさんですね、が10億円出資をして、はい、でかなり一気にドカンとか有名になった会社なんですけど、そこの資金調達の時の調達用の資料とかを作ってたりしてます。でこれあの去年の8月に突然ニューヨークに CFO で来てくれって言われて、はい、レンタル CFO として1ヶ月間だけ CFO をお手伝いしたんですけど、はい、それでいろいろ中入って、その事業の内容をきれいに整理をして、もう現にニューヨークにも行かれてた？行ってました。1ヶ月間だけレンタル、半分遊びだったんですけど、はい、なんかニューヨーク好きだったんで行きたいなと思って、そういうのもあって行ったら、すごいいい会社で、やっぱいろんな会社がやっぱり見てる会社で、例えば DNA の創業者の方が出資をされたりとか、結構名だたるアメリカの著名な投資家さんがお金を入れている会社なんですね。でそれで多分ゾータウンさんが海外に進出するにあたって、そういう核となる会社を買収したいみたいな意向があって、でも買収まで至ってないんですけど、一部出資したいっていう話になって、10億円の資金調達をゾータウンさんからするっていう流れに。ちょっと今のこの話ちょっと深掘りしたいなと思ったところがあったんですけど、その10億円レンタルで1ヶ月間だけ CFO をやられてたわけじゃないですか、はいはい、それもうこのレベルだともう遊びの領域になるんですか？なんか個人的にニューヨーク行きたかったんで、本当に旅費に使ったような顧問料っていうか、コンサルティング料だけでお手伝い、1ヶ月分のコンサルティング料だけでお手伝いしてたんで、との旅費とそこで遊ぶっていうところで使っちゃった感じですね。もうなんかそれってやっぱり今までの日本での
ダイワ時代とかフルスピード時代とかに、まあ、そういう CFO やられてたりとかファイナンス部門ずっとやられてたわけじゃないですか。そういった経験でやっぱポイントとか経験値を積むとこういう、まあ、普通の人からしたら10億円ってすごい大きいお金だと思うんですけど、もう慣れてるんですかね。そうですね、フルスピードという会社を独立してからいろんな会社、上場準備中の会社のご支援させてもらっていて、はい、今やっぱ日本ってすごい調達環境いいんですよ。あ、今いいんですか。いいです。だから1億2億とか調達しようと思ったら意外といけたりする。それでも IT ですよね。 IT 系の会社が多いです。やっぱりこの会社はちょっとファッション系の会社だったんですけど、はい、IT の会社、広告の会社とかが多いですけど、意外と調達環境悪くないかなと思ってます。それはもう本当にスタートアップのまだ始めたてのところとかでも全然そういう可能性がある。そうですね、設立したと同時に今までお手伝いした会社だと、さっきお話した私が会社作った会社もそうなんですけど、タグピク社については、会社設立をしてから3ヶ月後ぐらいにバリエーション運億円のバリエーションで1000万円、日清キャピタルっていう日本生命さんのですね、ファンド部門から資金調達をさせてもらいました。で結構その今スタートアップの方がお金が入りやすくなっていて、実はその中くらいの上場準備の2年前とか3年前とかになると会社の価値が上がりすぎてて、ベンチャーキャピタルの人たちでも入れたくないみたいになってるんですよ。高くなっちゃってるので、ワンショットがロットが大きすぎて2億3億とか入れるんだったら、スタートアップのすごいイケてる会社に入れた方がいいじゃんっていう話が多くて、作りたてのビジネスでもそれなりの金額調達してるところは調達できてます。それはなんか IT の例えば、アメリカとかでもある、Facebook だったり Instagram だったりっていうそういうなんか AI とかテクノロジーとかそういうなんか技術職じゃない、広告周りとかタグピクさんとかもそうなんですけど、インターネットの広告周りでも全然調達は可能なんですか。多分業種は特に定まってなくて、農業系のベンチャーでも今すごい調達してますし、例えば最先端の領域でいくと AI とかですね、 VR バーチャルリアリティの部分とかですね、はい、遺伝子周りとかですね、何が調達しやすいかと、やっぱ新しいことやっている会社にお金は動いているので、今までになかったビジネスモデルで今までになかったプロダクトを生んでる会社に、まあ、なるべく投資したいよねっていうのがベンチャーキャピタルの方々の、跳ねた時にどれくらい跳ねるのっていうところを、やっぱり最優先にしているので、はい、多分この前出雲さんってミドリムシをやってる、はい、ユーグレナっていう会社の社長さんとお話しすることあったんですけど、出雲さんとかって、まあ、ミドリムシで皆さん多分投資したいってなかなか思わないじゃないですか。それが、まあ、今上場されて一部まで行って時価総額今1000億円までついてます。なんでミドリムシで1000億円です。ミドリムシですすごい話です。なんで起点は何でもいいかなっていうところを、まあ、ビジネスの売り上げが何で構成されてるかってもあると思うんですけど、その会社がやっぱり目指しているそのビジョン、そのミドリムシで何やろうかって言ってるかっていうと、エネルギーのところを支えようっていうところで、ユーグレナっていう会社は見せているので、実際はクッキーとか多分コンビニに行くとユーグレナのジュースみたいなやつが売ってあったりとかするんですけど、それにコンビニとかでもなんか緑虫入りのパンとかありますよね。そうですね、それは全部ユーグレナが作ってたり、それユーグレナさんなんですね、はい、あとは今バスの燃料とか飛行機の燃料にユーグレナのその緑虫を燃料化をして、燃料そのビジネスとしてIPO の、 その時価総額がすごいついてる要因になってます。じゃあやっぱ人が見向きしない方向にどれだけビジネスチャンスを作る、まあ、可能性を感じれるかってことですよね。そうですね、まあ当たった時にどれくらいのビジネスになるのってところかなと思うんですけど、まだ多分それでもまだ成長過程のベンチャーだと思ってて、でもそれでも期待値、売上とか利益とか水準ではなくて期待値のところで株価ってつくので、それで1000億いってる。最近で言えば Uber とかもそうですもんね。そうですね、なんかもう1月から3月の3ヶ月間で僕なんか2000億くらい Uber 溶かしたっていうなんかニュースを見て、でもなんか投資家さんがすぐまたお金を4000億くらい出したっていう話を、ニュースを見た時になんかやっぱそれって期待値で、なんか今3ヶ月、たった3ヶ月でも2000億溶かす会社って果てしなく
黒字転換するのって感じですけど、でもそれだけの投資家さんがまた次4000億出すってことはやっぱ期待値がでかいから、未来をなんか見据えてるビジネスができてるのかなっていうとこですよね。結局そうですね、結構あの上場して経営してると利益出さないとと思うんですけど、実はそのスタートアップの会社ってあの利益を出さないといけないのってところはあって、アマゾンっていう、まあアメリカの会社ありますと、アマゾンは利益出さないですって公言してるんですよ。ただ売上高とか多分皆さんの生活の中にもグイグイ入り込んでいて、アマゾンなしじゃ多分生活できないってかなりもいる状態まで来てますと。で利益は出さないですと、投資に回しますと。今もそうですね。でもあのずっと売上は上がっていて、利益はあの節税をすごいしてる会社なんで、節税して利益出さずにやっていて、時価総額が右肩上がりしている会社ですね。それ相当うまいですね。なんかそれでもう消費者の要生活に入り込んじゃってるんで、消費者からしてもあのアマゾン捨てることもないだろうし、で結局利益が出てなくても時価総額がどん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 伸びていくってことですよ。そうですね、まあ、あの投資しておくと後でそのリターンが大きくなるので、はい、今は投資してほしいっていう投資家さんとしてもやっぱりその方が、今アマゾンってまあ物流拠点をすごい大きくしたりとか、あの Amazon Now っていうサービスとかだと2時間以内にこっから頼んだら物が届くっていうサービスとか作ったりとか半端ないことやって、まあ、Uber もそうですし Google さんもそうだし Facebook さんもそうだし、はい、皆さん多分最先端のアメリカの会社ってやっぱそういう動き方をしててガンガン投資をしている状態かなと思ってます。ちょっとその違いも後々ちょっとこの後とかお伺いできればと思います、はい。あとやってることとしてですね、あのウェブサイトのブランディングとかですね、ロゴを作ったりとか、これ UUUM っていう YouTuber ヒカキンってご存知の方いるかもしれないです。ヒカキンが所属している事務所 UUUM っていうところなんですけど、私の会社が今 Instagram のプラットフォームやってるんですけど、この UUUM っていう会社は YouTuber を囲っている会社で、あのはじめ社長とかマックス村井さんとかヒカキンさんとか所属してる会社なんです。ここの全体のブランディング、あのこのビルに入ってる会社なんですけど、このサイト泉さんがやられてるんですか？このサイトやってます。そうなんですね、はい、すごい有名ですよね。だってウームさん、ウームさん、そうですね、かなりあのウームさんもすごくて、やっぱり会社設立してから多分1年以内とかにすごい金額を調達をしていて、まあ今の絶好ニュースでよく見ます、ね、そうですね、ヒカキンさんとかもいるんで、まあ、新しいビジネスにやっぱ目をつけて早くその他社よりプラットフォームを築いて、まあヒカキンさんとかはじめ社長さんとかがまだ売れ始めの頃に全部囲うみたいなこと、まあ秋元康さん的な、まあそのイケみたいな、あの青たがりっていうか、まあその早い時期にあの全部リクルーティングして取ってしまってるってところがすごいなと思ってます。あとはまああのちょっと個人的にオフィスのデザインとかが好きなので、フルスピードの時に会社のデザイン、これ全部で数千万円かけてデザインしたんですけど、空間のデザインとか、これ左側は会議室だけ作ってほしいって言われて、会議室のデザインをあのセアビジネスさんっていうところの、そのコンペをした時に勝てる会議室っていうテーマで、あのなんかここに入ると緊張感って結構そのプレゼンがうまくいくよねっていう感じ のルームを作ったり、そういう空間の設計とかも半分趣味でやって、であと、まあ、さっきちらっと話したタグピクっていう会社創業しましたっていう話なんですけど、ここら辺がまあうちで囲ってこうインスタグラマーの子たちなんですけど、割ともともと読者モデルやっているとか、モデルさんやってる、あとは写真家をやっているとかですね、そういう方々が中心で、まあ、この方々がものをその投函するとちょっとなんか微妙なこう水素水とかそういうやつでもコーンとか売れたりするっていう、その売り上げを作れるそのインフルエンス力を持っている人たちを囲っている。で今は多分アジアでは一番あのうちの会社が持ってるかなと思ってます。インスタグラム広告って始まったの確か去年の11月とかですよね。そうですね、はい、タグピクさんを立てたのはその前なんですよね。確か前ですね。でもその前にはもう少しでインスタグラムの広告来るなって感じをもう読んでたってことですか？広告来るなっていうところは読んでなかったです。ただインスタグラムのユーザー増えるなと思って、まあ、今だとスナップチャットとか、はい、あのすごいことになってますけど、やっぱり次来るビジネスってなんだろうってずっと考えてるので、じゃあ Twitter、Facebook、YouTube あって次何来るのっていうのを考えた時に、
スノーでもなくインスタかなと思ってインスタグラムに。じゃあその9月に会社立ち上げ、9月でしたっけ。そうですね、9月に立ち上げられた時はインスタグラムは来るなと思ってたけど、インスタグラムをどうマネタイズしてその会社でビジネスを展開しようかまだ決まってなかったと。何もなかったですね。なので提案資料が作れなくて、はい、何を売ればいいんだろうってところからだったので、まずは共同代表の社長がインスタグラマーだったので、はい、友達のインスタグラマーを100人集めてってお願いをして、100人集めてもらいました。でそこからスタートして、 でもそのメニューどうやったら売れるかなみたいな、広告としてどうやって売ればいいんだろうってなかったので、まあいろんなこう何もない中で、なんとなくこういう商品作ったんですけど買ってくれませんかねっていうのを持って行ったんですけど、やっぱりそもそもその広告の決済権者の方が男性のケースが多くて、インスタグラムって何みたいな。見つかるまでの辛抱の期間って、まあもちろん今までの経験でビジネスによって変わるものってあると思うんですけど、インスタの今回タグピクさんの場合はどんくらい辛抱した期間が。そういう意味だとまだ結構辛抱している期間、まだしてるんですね。というのもやっぱりそのインスタグラムっていうツールが使われ始めたのって今年がやっぱりメインなんですよ。そうするといろんなそのメーカーさんとか行ってもまだそこに予算って当てられてなくて、いやこれから来年度の予算にじゃあちょっと組み込みますみたいなフェーズ、結構日本って社内倫理が先にあって、年間の予算これくらい Facebook に投下して、これくらい Twitter に投下してって決められた上で運用担当の人って運用されてるんです、はい、そこになんか Instagram が入ってきたばっかりなので、いまだにまだ市民権は得てないというか、まあユーザーはすごい増えてるんですけど、広告ビジネスとしてはまだマーケットそんなに大きくないなと思って、今も辛抱してる状態ですね。でも、もっともっと売り上げにつながってくるのはまあ来年とか、今年後半から来年来ると読んでます、うん、まあ、そうですね、企業がだんだん動き出すってことですよね、まあ、ユーザーさんはいるけどまだ企業が追いついてないってことですよね、その予算組のところに対して、はい、ちょっと次行ってしまうんですけど、それ以外にやってるビジネスで、さっきプレゼンテーションっていう話をしたんですけど、プレゼンテーションの資料をうちの会社はすごい作っていて、多分国内でナンバーワンぐらい作っている、その外注でその IR 資料とかを作っている会社は国内で一番クオリティ高いはずなんですけど、そこのプレゼンテーションのツール化を海外で今やろうとしていて、これはドイツでちょっとサービスをローンチするんですけど、この会社はどういう創業経緯で作ったかっていうと、じゃあ資本金をですね、1万円で作ったんですね。これ2年前に作った会社で、資本金1万で作った。これなんて会社？これはリライアンスデータっていう会社なんですけど、はい、プレゼンテーションのクロコっていうサービスをやってた会社なんですけど、何やってるかっていうと、その IT の結構システムの会社が受託の仕事を受けてなんとか運転資金を稼いで、なんか新しいプロダクトを作りたいみたいな会社って結構多いんですけど、それと同じノリでうちの会社もずっと人の会社のパワーポイントを作り続けてたんですけど、これをちょっと仕組み化したいなと思って、皆さん多分パワーポイント作るのにすごい時間かかってると思うんですけど、実はこのツール使うと半分ぐらいの工数でパワーポイントの資料を作れるんですよ。ちょっとこれ僕今日イベント見たら教えていただいてもいいですか。はい、まだ日本でローンチはしてなくてですね、こっそり海外のサーバードイツの方に置いてて、ドイツからちょっとローンチしようかなと思っていて準備しているサービスなんですけど、簡単に言うと何ができるかというと、ここにアイコンっていうのがあって、そのいろんな今日使ってる資料にもなんかアイコンたくさん出てたと思うんですけど、アイコンがダウンロードできて、このテンプレート、今お出ししているようなこういうパワーポイントのテンプレート自体もダウンロードできて、あと今写真あると思うんですけど、写真が今60万データほど入っているので、パワーポイントを作るときに必要な素材っていうのを全部そこに押さえてて中に入っているので、これをまずテンプレートをダウンロードしてからコンテンツをいじって、アイコンをすり替えてやっていくと、自動的にそのパワーポイントのフォーマットがきれいに作れるっていうサービスなんです。これはもう今立ち上げた2年前に立ち上げた会社でやってる。そうですね、で今月リリースする予定です。リリースしたらぜひ
教えてください、はい、ぜひ使ってください皆さんもぜひあのパワーポイント、パワーポイントですよね、パワーポイントとキーノートも一応対応してます。多分資料、プレゼン資料を作る方って経営者とか営業マンとかの方でも多いと思うんで、僕も今ちょっと手こずってるんですよで、なんか誰かに投げたいなって思うんですけど、投げたら投げたで、あのなんか結局変にディテールにこだわりたいタイプなんで、あのそのプロフェッショナルじゃない人に投げた後に戻ってきた時に、やっぱなんかこここうしたいな、ああしたいなってなると、結局自分がやってるみたいな、そこをなんか外注できるってことですね、要するに簡単に。そうですね、で、はい、なんでこれ完成すると、例えば皆さんがじゃあベンチャーキャピタルさんに資金調達をしに行きたいっていう時に、調達用の資料のフォーマットみたいなやつを作ってるので、それすごい、それダウンロードすると中身を入れ替えて自分のビジネスのアイデアを、まあ、綺麗な構成になっているので、あのそのまま自分のアイデアに入れ替えて提出をすれば、ひな型ができてるってことですね。そうですね、その2900億以上調達してきたノウハウが詰め込まれてるってことですよね。存分に詰め込んだつもりなんでぜひあの日本をローンチしたら使ってください。一応1人月額300円のサービスにしていて、安いです、ね、なんかなるべく多くの人に使ってほしいなっていうのと、うちのところに結構パワーポイントを作ってほしい相談たくさん来るんですけど、結構もう無理だっていう状態になってて、やっぱ自分で作ってもらいたいなっていうのもあって、経営者がやっぱりあのこれあのマイクロソフトさんにちょっとなんか微妙だなと思ってるのは、やっぱりテンプレートがひどいんですよ、デフォルトの。なんでかっこ悪い資料になっちゃうんで、あれなんかどうにかしてほしいなと思って、どっかの機会にビル・ゲイツさんに会うことがあったら言おうと思ってるんですけど、なんかそこのそのマイクロソフトが出したパワーポイントっていうやつが結構好材になってて、あの皆さん多分作ってもデザインに苦労してあんまりいい資料が出来上がらない、なんかそこを改善したいなっていう、そのいろんな人から言われていて、実は大手の広告代理店さんとか商社の方とか、やっぱすごい時間単価が高い方がパワーポイント苦戦して作ってるんですよね。でこれを世の中的にどうにか変えたいなと思っているので、一応その日本でやる必要もなくて、海外に今プレゼンテーションを作ってる人って5億人ぐらいいるんですよ。なんで5億人のユーザーに対してこれ使ってほしいなと思って、あえて日本語とか入れずに、もう完全にローンチ時点から海外向けに作ったサービスになります。っていう感じで自己紹介いろいろ聞かせていただいたんで、すいません、いろいろと僕も質問を用意してきたんで、ぜひお聞きさせていただければと思うんですけど、その学生時代、なんかさっきちょっといろいろお話軽くお聞きさせていただいたんですけど、学生時代って、まあ、結構若い方も多いんであれなんですけど、学生時代ってどんなことされてたんですか？実はあのさっきあの慶応の SSC というところにあの通ってたって話をしてたんですけど、あんまり授業実は出てなくてですね、何やったかってアルバイトを人より多分数多くやっていて、しかも種類でいくと20種類ぐらいやってました。それ4年間で、4年間ですね。例えばウェブサイトのデザインの外注を受けたりとか、あの Yahoo BB って当時流行ってたあのプロバイダーをこう回線を増やすやつだったんですけど、あれの関東で一番売ってる営業をやってたりとかで、結構その営業をやったり、あとスターバックスっていう、まあ、会社が日本に上陸して52店舗目ぐらいのところに、なんかスターバックスで働いてる人ってなんでこんな生き生きしてんだろうと思って気になって、そのままバイトに入ったりとかしてたり。じゃあ学生の時から好奇心ありありだったんですか？そうです、たくさん網を張っていたのは多分事実かな。なんでプログラミングを、今タグピクっていう会社では CTO っていう役職なんですけど、はい、Java のテクノロジーってことですか？そうですね、あのプログラミングの勉強を大学の時にして、自分で当時1999年とかホームページを作れる人がやっぱ少なかったので、そこで一件あったり100万とかもらえるので、これは勉強しないとと思ってプログラミングの勉強をしたりとか、一方でプログラミングやってるとデザインの勉強もしないといけないんで、デザインの勉強をしたりとか、あとはなんか将来会社経営でその理念をどう浸透したらいいかなとかっていうのも学生の頃に学んでおきたいなと思って、スターバックス選んスターバックスかオリエンタルランドかどっちかだと思ったんですけど、スターバックス近かったんでそこでバイトしたりとか、あと普通に塾講師とか家庭教師とか
あの映像を作りたかったのでこうエキストラの仕事とかをしたりとか、あの、まあ、選挙管理委員会とかやったりとか渋いやつも結構やっていて、あとなんか、次回の多分登壇者と同じことをやっているんですけど、竹永次回あのオークファンの竹永さんって方が来るんですけど、竹永さんは学生時代の時にヤフーオークションでルイ・ヴィトンとかのカバンを売買を個人事業主としてガンガンやってた人なんです。それですごい財を成してビジネス開始してる人なんですけど、私も同じくそのヤフーオークションに写真をきれいに撮って世田谷とかの中古の家具屋さんに行って、あのトラックでその家具屋さんからイケてる商品だけを買って、藤沢市っていう、まあ、藤沢の方だったので藤沢の倉庫にきれいな写真を撮って突っ込んでヤフーオークションに出品をして荒稼ぎするっていうのをやっていたんですけど、そうすると学生時代の頃から月収40万とか50万とかもらってたんですよね。なんで学生の時から自分でその生計を立てるみたいな、奨学金とかもらってたのでそれも自分で払わないといけなかったので、なんかそこの分の稼がないといけなかったっていうのが実態ですね。じゃあそれはその奨学金をもらって大学に行ってたっていうことがきっかけで、なんか自分でお金稼がなきゃとかビジネスを展開しなきゃいけないっていう感じだったんですか？当時ですね、私がいた藤沢キャンパス慶応の湘南 SFC っていうところなんですけど、かなり IT 系の創業者がを輩出しているところで有名ですよ。すごい有名な方々がたくさんいらっしゃるんですけど、そういう方々の成功事例とか見てて、なんとなくこれは起業しないとっていうのを大学生の時からすごい思ってました。あ、でも起業っていうことを考えた逆算でバイトしたりとか、そういう自分でお金を稼いだり、まあ奨学金の関係もあると思うんですけど、そういうのを起業っていうのをやっぱ大学時代に意識はしてました。なるほど。ちょっとそんな質問僕は実は用意してたんですよ。ちょっとでその大学の時に起業を意識したっていうのは、その SFC の周りの環境、まあ、卒業生とか有名じゃないですか、結構なんか経営者多いと思うんですけど、ってなるとやっぱりその起業したいとかそのビジネスにおいて環境が与える影響って大きいってことですよね。そうですね。あとはよく親何してますって起業家の方に聞くんですけど、はい、うちの親自体が習字とそろばんの塾の先生を母親がやってたりとかして、まあ周りにそのなんて起業家ってまでは言えないですけど、まあ、事業やっている人が親にいたんで、そういうところもあります。起業、なんかその僕も二十歳の時起業したんですけど、その二十歳で起業する前日まで起業っていうことをそもそも知らなかったんですよ。でたまたまその、まあ、お前も起業すればいいじゃんって友達から言われて、なんかそれまでなんかサラリーマンとか公務員っていう選択肢が知らなかった中で、たまたまそういう情報を得ることによってそういう選択肢が生まれる。で今ってなんかその情報が逆に乱立してるんで、どの情報が正しいか正しくないかって分かんない人が多い時代かなって、逆にインターネットが発達しすぎて、で起業っていう言葉を一つとっても起業ってすごい難しいって感じてる人もいれば、別にさっき泉さんがお話しされた通り、別に起業って1万円、資本金1万円でもできるよ。それってちょっと次の質問でちょうど聞こうと思ってたんですけど、このなぜ大学生の時にちょっと起業した、それで稼いでたわけじゃないですか、4、50万稼いで、サラリーマンでもかなり年齢的にいかないと稼げない収入もあって、でなんか別に今の僕の考えだと、なんか聞いてる感じだと、なんかもう大学生の時に学生起業してとか、もしくは卒業時に起業しても十分やっていけたんじゃないかなって思うんですけど、なんでそこから大和でしたっけ、1回目が大和に就職、大企業に就職されたのかなっていうところをちょっとお聞きしたいなと。なんかそれ答えになってるか分かんないですけど、当時ですね、まあ、会社を創業するって株式会社するのに1000万円必要だったんですよ。これ多分皆さん知らない人もいるかもしれないですけど、 LINE によってはそれ資本金1000万必要だったのって、はい、いつまででしたっけ、2000、2000何年か分かんないですけど、2000年2000年代だったんです、ね、はい、
で有限会社を作るのに300万円必要で、なんかなんとなく信用力あるのって株式会社だから1000万円いるんだろうなとか思って、なんか学生の頃って1000万とかちょっと出せないよとか思ってたんですよね。で今だと私もなんか今100万とか1万とか作ってますけど、あの当時はやっぱりその創業のハードル、資本金のところとかって結構あったりとか、あと役員は3名必要だったりするんですよ。あの今はあの大丈夫だと思うんですけど、1人でも大丈夫なんですけど、なんかそういったところも背景としてあったりしますね。じゃあその自分の能力が生むというよりはその時の時代背景もあったってイメージなんですか？そうです、まあ、それが一理あったのと、あとはやっぱり私がなんか M&A の仕事と資金調達の仕事をしたのは何でかっていうところなんですけど、会社経営で成功した人って何で成功してるかなと思ったんですけど、まあ、身近なところでいくとそのソフトバンクの孫さんとか、まあ、当時もすごかったんですけど、孫さんってなんで買ったんだろうなと思ってたんですけど、そうすると振り返ってみるとボーダフォン買収っていうのをやってるんですよね。あれって資金調達と M&A なんですよ。で元々はソフトバンクって出版系の会社で大したビジネスぶっちゃけやってなかったと思うんですけどでもあれを機に大きなその転換期を迎えていて、なんか買収ってそのすごいな、経営者にとっての能力、その例えば売上を2桁万円とか3桁万円までのところ、20億とか500億とかっていうところまでは多分1個の事業で大丈夫なんですけど、それ以上行ってくると M&A と資金調達知っておかないと、もうスキルがセンスっていうかがないとどっかで失敗するなと思ったので、 M&A もその方も勉強したいなと思って、一番なんか人の会社でその博打を勝負してたというか、まあ、買収資金を調達をお手伝いしていろんな会社を見て買収のアドバイザーをやってたんですけど、買収するときっていろんなつまずくポイントがあるんですね。そこを見つけながら、あ、こうやって失敗していくんだこの会社みたいなのを栄枯盛衰をですね、いろんな会社をさっきロゴがあったのって生きてる会社なんですけど、死んでる会社めちゃくちゃ多くて、成功確率って 30% とか 40% だと思ってるので、買収でいい買い物ができたっていう人ってそんなにいないんですよね。でそうなった時に買収のセンス伸ばすのが一番いいなと思ったので、一旦そう起業家なりたかったんですけど、当時せずに勉強しに行こうと思って、まあ、あとは会社その事業をやった時にいろんな会社とのネットワークが欲しいなと思って、金融機関であったりその上場会社の社長さんであったり、なんか頼りになる人がいる状態で会社作りたいなって結構保守的なタイプだったので、それで大学創業せずに大企業に1回勤めました。じゃあその時代背景の、まあ、資本金が1000万以上とか役員が3人以上とかっていう、まあ、法律的な問題とか時代背景もあったし、まあ、そこまで見てたってことですよね。事業規模を、まあ、100億200億とかそういうレベルにした時に、そこからさらにブレイクスルーさせるんだったらやっぱ M&A の能力知っとかないとそれ以上でかい規模には持っていけないと思ったから、それを最初から自分で創業してやるよりは、まあ、ダイワさんだったりとかシティバンクさんですよねとかに入って一種そこの会社のお金でトレーニングしちゃおう、その能力を磨く練習をしちゃおうって思ったってことですよね。そうですね。あとはシティグループに行った理由もやっぱりその日本ではダイワ証券っていう名前って皆さん知ってると思うんですけど、海外に行った時に通じないんですよ。ダイワとか野村は知られてるんですけど、あ、野村さんは知られてる。野村はリーマンを買収したことがあって、まあ、結構知られてるんですけど、ダイワって何みたいな反応なんです。海外の、じゃあなんかすごい海外の著名人会いましたって言った時に何してる人っていう説明ができない、はい、です。一方シティってみんな知ってるんですよね。そうですね。で日本人でも知ってるし、海外のインド行っても知ってるし、フィリピン行ってもシティ知らないってあんまりいないんですよ、はい、なんで一旦将来海外のビジネスしたいなと思ったんで、海外の人に自分の自己紹介できるキャリアぐらいはつけとこうと思って、それで自分実は英語を全然勉強してなくて、
海外に暮らしたこともなくて、トイックの点数も大したこと取ったことないんですけど、英語は話せる？話せないです。あ、なるほど。さっき打ち合わせしてて、今日登壇してて、海外からの質問が来たらどうしようっていう相談をしてたの、そういう話なんですけど、はい、なるほどです。全然喋れないんですけど、外資系の会社に席を置いたのはそういう背景があったりして。なるほどですね。ただそういった理由があって、まあ、学生企業じゃなくて、まあ、そういうだから選択肢もあるってことですよね。そうですね。そこに対してどう思います？なんか僕は逆にそのすぐ起業しちゃったんですよね。で何ももちろん爆豪なかったんで、いっぱい失敗しもしてきたんですけど、そこまで逆に見れてなかったんで、とりあえず突っ走ろうと思ってたんですけど、そこまで建設的にプランニング立てて、で今自分が将来起業して経営者になるためにどういった能力が必要だから、それって一回大企業踏んでとか、こういうじゃあ例えば野村さんじゃなくて台湾に行くとか、世界的なキャリアを必要としてるなって自分が感じるからシティグループに入るとか、そういったプランニングができるような意識しだしたのってそれ元からなんですか？そういう習性があった。そうです、まあ、大学の時はそうなんですけどなんか孫さんがよく10代の頃はこれを実現して、20代はこれを実現して、30代になったらなんか軍資金を作るとか5年計画みたいな、あると思うんですけど、自分はもうちょっと細かくて Excel で管理をしていて、この年までにこういう仕事をしているっていうのを決めてて、その30までの間に上場会社の経営を1回味わうみたいなのを30の時に決めていたんですよ。でもそこまでもプランニングが立ってたんですね。そうですね。なんで投資銀行でもうちょっと早く起業してもよかったなと思ってるんですけど、なんとなくその M&A とか資金調達の仕事結構楽しくて、はい、当時なんかこう敵対的買収とかいろいろこうガチガチの面白い案件があったりして、なんか楽しかったのでそこに長居してたんですけど、なんかただ一回その上場会社っていうのを経営やってみたいなっていうところがあって、結構やったら大変だったんですけど、味わいたいと思って、一旦自分が創業するわけではなくて、今あるその上場会社の経営のプロ経営者やってみたいなと思ったのが20代の前半ぐらいですね。それで実際に20代後半くらいでしたっけ、もう上場企業の経営。29の時ですね。有言実行ですね。もう一応ギリギリ間に合ったギリギリ、はい、でちょっと僕もなんかその上場すごい興味があったんで、ちょっとショートカットしちゃうんですけど、上場会社の経営についてちょっと聞きたいんですけど、このまずもう一個いいですか、この苦労の前に僕すごい気になるのがちょっと聞きたいのが、上場企業って経営者ってどんくらい儲かるんだろう、ぶっちゃけ。気にならないですか？上場されてる方っていますか？ないですよね。なんかみんな上場目指すじゃないですか。僕もなんか目指してるんですけど、で別になんか僕はそんなになんかいくらもらえるとかってあんま興味がないんですけど、なんか気になるなと思って、せっかく上場されてたんで、大体ですね、東証一部上場とか一部あたりに上場してる取締役の平均値って2000万円台とか言われています。それは年間ですね。で上場したて その東証マザーズとかの上場して 1,2 年とか3年とかそういう会社だと多分1000万円台ぐらいが多くて、ただ社長さんは代表者なので、大体多分でもそれでも実はあんまり取ってなくて、私の周りの東証マザーズ上場会社の社長って 2,3000万ぐらいです。ただ株を持ってるんです。で株を持っていると何かっていうと、将来配当ができたりするので、別に今もらわなくてもいいやっていうこともあって、役員報酬もらうとなんかなんで社長だけすごいもらってんのみたいな圧力とかかかるんでもらわないみたいな人も結構多いですね。で上場した瞬間に売り出しっていうものがあって、数パーセント株を売れるんですよね。その時に時価総額が100億円ついた会社だと、まあ、オーナーさんが 3% 売りましたって言った時に3億円キャッシュインするので、まあ、その資金だけでも十分別に役員報酬とかいらないよねっていう、まあ、それよりは
株価対策、まあ決算をすごい綺麗にしたいので自分はもらわずになんかナンバー2ナンバー3にお金を投じた方がいいよねみたいなところもあったりします。そうですよね、まあ、上場別にしたらお金だけじゃないところもいろいろついてきますもんね。もちろんその分デメリットもあると思うんですけど、ぶっちゃけ上場するとリスクだらけなので、まあ、直近多分東芝さんとかいろんなメーカーさんで事故が起きて役員代表訴訟出てると思うんですけど、すごい金額やっぱ訴訟で株主代表訴訟を食らうとすごい金額を食らうので、ぶっちゃけ日本の経営者って払えるほどもらってないんですよ。なんかもらうのは悪いみたいな。しかもなんか時価総額もそんなに高くつかないですもんね、はい、そうですね。で結構大手の上場会社でももらってない役員の方ってすごい多いので、なんかリスクがあった時に訴訟されて払える額だけもらえてるかって、あんまりだから経済的なメリットでは日本の上場は薄い、すごい辛いと思いますね、やってみると。なんか生のリアルな声ですね。そのなんかよほど投資銀行とかコンサルティング会社でバリバリ稼いでる方の方が稼いでるので、まあ、そうですね。それ以上さっき聞いた金額よりも全然お金稼いでる人いっぱいいます。そうですね。なるほどですね。ちょっとここら辺はちょっと具体的にね、なんかスタートアップについて、まあ、ちょっとあんまり時間もないんで聞いていきたいんですけど、なんかそのネガティブな要素でいうと、まあ、それだけキャリアを形成されてきて、いざ起業されたのは30いくつの時ですか？と34か5ですね。ことは 2,3 年前くらい。そうです、2年前とか3年前とか。それが一応会社員として13、2,3 年くらいはやられてた、まあ、経営もやフルスキルで経営もやられたと思うんですけど、でそこからなんかその、まあ、ここ収入って書いちゃってるんですけど、なんかそのいざある程度保守的なところから一歩前に進むわけじゃないですか。チャレンジしに行く企業ってなると自分で全てやらなきゃいけないっていうところに対してなんか不安とかってあったんですか？まあ不安あるといえばすごいあって、その辞めた退任した後何の仕事してんだろう分からずに、退任のリリースって上場してると数ヶ月前に出さないといけないのでリリース出してたんですよ。でたまたまその時に今私の会社上場準備してるのでちょっと手伝ってもらえませんかみたいな話が社外取締役のポジションで何件か相談をいただいて、結構社外取締役って仕事って掛け持ちがすごいできるんですよね。で月に1回の取締役会と経営会議、出てる方出てない方いらっしゃるんですけど、私は出てるんですけど、それでもやっぱり週に1回、2時間ぐらいの仕事で何件か掛け持ちができたので、なんか創業して収入ゼロで創業するってかなり勇気がいったので兼業しようと思って、でそれで社外取締役をやり、そこで収入を得ながら自分の会社ではですね、全く無報酬で、実はその役員報酬ってゼロにしてカットして創業してます。それくらいなんか気合い入れて、なんか大きくしよう、大きくした時に一旦取ればいいかなと思ってるので、それだったら社員の1人2人取った方が事業としてはスケールするなと思ったので、自分は出稼ぎをして外でちゃんと収入を得ながら、この新しく書いた作ったスタートアップの会社は全然負担をさせない、そういう創業パターン結構珍しいと思うんですけど、その半分リスクヘッジして創業しました。なんかそこのすごい僕は全然そこが逆に弱かったんで、すごい勉強になるなと思うのが、そこの徹底的になんかその守備面を固めて、なんかリスクヘッジを固めながらもでもちゃんと前に進むような方向に物事を進めてるっていうのがなんかすごいなっていう、なんか僕はもうなんか攻撃こそが最大の守備だと思っちゃう、ちょっと分かるかもしれないですけど守備だって思っちゃうんで、もうガンガンいっちゃうんですけど、まあ、もちろんそれによっての跳ね返りもあるんですけど、なんかそういったのってどういう風にして身につくんですかね。結構基本は怖がりで多分保守的なので、失敗はしたくないなとか、すごいなんか保守的ネガティブであったりするのかもしれないですけど、やっぱり失敗しない状態を作ってアクセル
なんかすごいいいブレーキを持った状態でアクセル踏みたいなと思っているので、なんか思い切って踏みたいと思った時になんか自分の足元すくわれちゃうと嫌だなと思ったので、まあ足元固めて、なんかあったらやり直し効くだろうっていうキャリアは形成しとこうとか、あのだいぶその潰しが効くキャリアを手堅く一回上場会社経営したりとか、あの投資銀行行って実務勉強したりとかっていうのやってたの、そういうなんかベースは保守的系なんですけど、ただまあ最近なんかいろんな会社にその一緒に作ろうとかって新しいことやるときはなんか攻めの姿勢を出していて、今なんか13個ほど事業やってるんですけど、いろんなジャンルの仕事にチャレンジをしてできてるのはなんかそこの二足のわらじでなんか事業やってるからかなと思ってます。まあ、リスクエッジをうまく取りながらやってるから。結構システムの会社さんとか多いんですね。自分で人材派遣のエンジニア派遣やりながら別でプロダクト作ってるみたいな、優秀なエンジニアがいるから別にそこで給料稼げばいいやみたいな会社って結構あるんですよ。そういう結構どでかい規模でやってる人とかもいたりして、なんかあのちょっと怖いなって、その企業怖いなと思われる方今日もいらっしゃると思うんですけど、実は最近ってやっぱ副業 OK っていう会社って増えてるんですよね。なんであのすっごい保守的に行くと副業 OK の会社、例えばリクルートさんとかサイバーエージェントさんとかって副業 OK だと思うんですけど、そういう会社であの収入を得ながら、まあちゃんと給料もらいながら、ただそうやってるとなかなか大きくならないよっていう先輩方が言われるんですけど、でもそれで創業してる人も成功してる人もいるので、なんか起業っていろんなパターンだと思ってて、別にそれをなんか上場するってことじゃなくて収入倍ぐらいにしたいよねっていう創業っていうのも実はありだなと思ってるので、なんかそういう気軽に会社って結構作れたり、さっき言った通り1万円で作れたりするので、1万円でも持ってれば、あの仕様書次第が若干20万円ぐらいです。あの定款とか作るときにいるんですけど、まあ、20万円あれば会社って起こせるので、とりあえず作ってみるというのはいいんじゃないかなと思ってますね。そうですね。なんか作る人は、まあ、明日作りますからね。まあ、そういう戦い方もありだと思うし、ちゃんとリスクエッジをかけながらやるのも、まあ、いろんな選択肢が昔と違って、その泉さんがさっき言われた1000万円なきゃ株式会社が建てられない時代ではないんで、逆にいろんな選択肢があるってことですよね。なるほどです。じゃあそのちょっとここら辺を聞きたいんですけど、あの最初その起業した時のリソースがをどう用意したのかなって僕もすごい意識するんですけど、自分がどんなリソース、例えば人物お金情報時間とかいう、そのリソースを自分が何持ってて、逆に自分は何持ってないから何を欲しいんだろうとかってすごい考えるんですけど、そういったお金とか人とかっていう最初創業した時ってどういうふうに集めていったんですか？人の面ではあのよくその会社をその大きい会社創業してあのスタートアップ始めましたみたいな会社の社長さんで、前いた会社の社員をリクルーティングするケースってあるんですけど、結構それダサいんですよね。やるとなんか引っこ抜いたみたいな、引っこ抜いてないみたいな、いろいろやり取りがあって、でなんかそういう企業ってやっぱり後々やっぱりその人の人生良くなかったりするので、なんか元いた会社とかそこで築いたネットワークからなんか仕事にするってやりたくないなと思ってたので、あくまでなんかまああの別のところで関係性を築いてたメンバーで、あの会社を作るですね、大体3年前ぐらいに会ってた人と創業しようと思って、でその時から3年ぐらい前からその当時そのブログのキャスティングとかをやってた人だった、まあ、あの創業者とかブロガーですね、まさにあの同じですよね、やってた方と、あのブロガーさんってすごい稼げてて、今は若干下火になってるかもしれないですけど、あのまあ1プロモーションいくらみたいな収入を 得られていて、そういうまあブロガーさんネットワークを持っていたので、あの共同代表で会社作って、まあ、50%50% で折半で出資しようみたいな話をしたんですけど、あのその時にこの事業ビジネスを成功する時にこの人と組んだらいけるなってイメージがあったので、私が持ってない能力を持っている人をまず見つけようと思って、インスタグラマーっていうその領域って女性がやっぱ多いんですよ。
で渡辺直美さんとかあのローラさんとかあの水原希子さんとかそういうその女性系、まあ、あとはモデルさん、読者モデルさんみたいなところがインスタグラマーやってるケースが多いので、なんか自分が男性である以上そこの領域って結構手がつけにくいなと思って、でたまたまそのガールズマーケティングを得意としてた安岡っていうのが、まあ、3年ぐらい前にあって、で2年ぐらい前からなんか一緒に事業やろうよって話をしてたんですよ。でたまたまその時にインスタグラムがグイッとこう来そうな気配がしたんで、お互いやろうって話で8月にやろうって決めてから9月1日に設立をしてたんで、結構事務処理時間がかかなくて、自分で法務局行って手直しされて、またなんか差し戻しされて、うわこれ9月1日間に合わないとか思ってっていうような創業秘話があったりするんですけど、それくらいなんかすごい決めたらやるっていう、そのいけるなと思ったらタイミング逃しちゃうとやっぱり良くないなと思ったので、創業時のメンバーはまあもともと関係がある人、結構そのなんか会社設立して3人とかで役員やると仲間割れする人って多いんですよね、はい、であとあとそのなんか退任して株の買い取りの問題になったりとかっていう案件が結構周りに、私の相談が来る案件ってそういうのがやっぱ多くて、だから単にその一緒にビジネスやるって言っても本当にこの人と仲良くやれるのかとか、高校生とか大学生の時からずっと付き合いがあって社会人になってて、で一緒にやろうって言ってやってても失敗するケース、はい、その親友みたいな人とやってても仲間割れって起きるので、なんかそこはやっぱりそのビジネスライクにちゃんと付き合える相手とやった方がいいかなと思ってます。じゃあそのビジネスパートナーを見つけたり組む上で一番大事なことって泉さんはどんなことを意識されてますか？自分が持ってない能力を持ってる人ですね。そのためにはまずしっかり自己分析をして、自分が何を持ってて持ってないかを分析した上で自分が持ってないものを持ってる人と組むっていうことが大事ってことですよね。そうですね。だからそこにあるのは先に今まで大学生時代友人だったとかっていう友情関係とかそういうなんか元からつながってたではなくて、あくまで能力ビジネスライクにリソースとしてっていう言葉の方が大事ってことですね。はい、そうだと思います。なんで先に誰が必要なの、このビジネス成功するのにっていうところで、例えば私がやった選択肢としては、創業地の株主になんか上場会社の社長とか入れとこうって思ったんですよ。これ なぜかっていうと、なんか資本金100万円で作ってると銀行さんとかに舐められるなと思って、なんか株主名簿見せた時に上場会社の社長とか入ってると、なんかあこの会社なんかすごいんだろうなみたいな分かるかなと思って、そういうなんかちょっとだけ株主さんの中に上場会社の社長さん入れてみたりとかっていうのやったりとか、なんでまあ自分の信頼を受ける人で、別にじゃあ入れたお金別にどうでもいいよって言ってくれる、出資するよって言ってくれるそのエンジェルみたいな人っているんですよね。なんでなんかリターンを気にして出資してくれる人じゃない、本当に善意でお前のビジネスなんか支えてやるからって言える感じのゆとりある人からちょっとだけ出資をしてもらいました、まあ、それもでもあれですよね、そのなんか上場企業の社長さんを株主にいてほしいって言っていてくれる会社ってすごい少ないと思うんですよ。 いてほしいなって思っていてもらえる人って、でもやっぱそれにそういうふうにしてほしいなって思った時にしてもらえる環境を作れてるのって、やっぱその卒業、大学卒業してから積み重ねてきた10年とかのやっぱ信頼とか信用ベースが根幹にはあるってことですよね。と思うかもしれないですけど、多分結構上場している会社の社長さんって新しいこうビジネスをやろうとしているチャレンジャーの人たちにお金、なんか自分が成功したと同じように返したいみたいな、多分今回のイベントのその登壇者エリック・シュミットとかもうそうだと思うんですけど、自分が成功してる体験っていうのは他の人にも振る舞って循環を作りたいみたいな方って多いんですよね。なんで上場会社の社長に絶対入れてもらおうと思ったら実現可能性って結構高いと思ってて、そのビジネスモデルがあまりにひどいとダメだと思うんですけど、当然その
あのビジネスがそれなりにそのなんか儲かるっていうよりはその事業がなんか世の中のためにどうインパクトするかって説明がすごいうまく説明できると別に赤字の事業でも俺入れてやるよって言ってくれると思うんですよ。なんでその魅力あるビジネスモデルをちゃんと作ることが大事で、別になんかそれって競合他社と全然変わんないじゃんっていうビジネスでなんかすごい利益率高いんですってやっても多分入れてくれないと思うんですよ。なんででもそこって結構決めの問題かなと思うので、本当になんかそういう思いを持って経営を している人に対しては意外と日本のなんかお金持ちのエンジェルって言われた人たちっていいよって言ってくれたりします。でちなみに私の場合 Facebook のチャットでこんな事業をちょっと作ってっていう書いてコメント送ってちょっと出資をお願いしたいってアポ入りをしようと思ったらいいよって返ってきて Facebook のメッセージだけで終わったんですけど、なんかそこはなんか何に込めたかってあのパワーポイントの中にその情熱を込めたんですよね。でこの事業ってこういう良さがあるよねってところを伝えるパワーポイントを作ってて、その人たちも別に友達だから入れるって話じゃなくて、ね、この事業だったら入れてあげてもいいかなって思える、そこが大事かなと思います。その魅力的あるビジネスモデルを作るっていうこととそこのビジネスモデルにかけた思いと、考えを、まあ、ちゃんと表現できるっていうことですよね。それがプレゼン資料なのか、まあ、口頭なのかは別として表現するできることのこの2ポイントがそういう、まあ、でもそれがその2つが一種信用に なるってことですね。出してあげようっていう友達とか云々じゃなくてビジネスライクとしても信用できるなって思ってもらえるポイントになるってことですね。そうですね。よくその海外のベンチャーの社長さんとかに言われるのは1分間のエレベーターピッチっていうやつがあるんですけど、要はエレベーターに乗ってる間に自分の事業内容を説明をして降りるまでに説明し終わってじゃあ俺投資するわって言われるぐらいのものを説明できることになってるか、皆さん多分いろんなビジネスやってると思うんですけど1分間でどれだけ説明できるかっていうのはすごい大事だなと思って、キャッチコピーでもいいんですけど、その自分のも例えばその瞬間が来た時にバッグの中に今その自分のビジネスモデル入ってますかっていう話だと思うんですよ。でたまたま会うかもしれないし、なんかすごい人って突然不意にやってくると思うんですけど、その瞬間瞬間のタイミングって結構あると思うので、その時にちょっと1分間時間もらって説明してそれいいんじゃないって言われて入れてくれるってケースが結構あるので、なんか私は常にスマートフォンにパワーポイント入れてるんですけど、よく見せてると思うんですけど、はい、パワーポイントは必ずエバーノートの中に保存していつでも誰にも見てもらえる状態を持っていて、なんか興味ある人にはちょっと見せてこんな事業やってますって言うと、別に出資をしてもらわなくても、なんかそれだったら俺海外のなんかすごい人知ってるよみたいな偉いおっちゃんとかが言ってくれたりとかするので、なんかそういう日々の習慣としてそういうことをちゃんとやってるか、チャンスをつかむっていうのはそういうことかなと思って、日々の準備ってことですかね。常になんかいつチャンスが来るか分かんないじゃないですか。そのチャンスがいつ来てもいいように準備を積み重ねているかどうかが勝負を分けるイメージですかね。そうですね。結構ビジネスで成功するパターンって自分は一番何が多分これテーマの中入ってたかもしれないですけど、何が大事かって言われると運気とタイミングかなと思ってて、なんかすごい経営者として魅力的じゃない人でも成功してる人ってめっちゃ成功してるんですよ。それって何かってやっぱやったタイミング、そのビジネスやったタイミングがすごい、このタイミングでやったんだってなんかすごいなと思ったりとか、運気引きの良さみたいなやつ、やっぱりたまたまアライアンス関係をこの会社と組めてうちのビジネスみたいなところってあったりするので、運気とタイミングが一番経営者にとって大事かなと思ったりするんですね。当然ビジネスモデルがそれなりなものだっていう前提なんですけど、そこがないと成功するキャリアって何ですかって、そんな正解なくてやっぱり割と平等だと思ってて、そこって運気の方がなんかよくあるのはやっぱコンサル会社とかうちの周りの同業者の投資銀行の人が独立して会社を立ち上げるんですけど、決して成功してる例ってあんまり見ない
ですよ。なんで別になんかアカデミックにすごい勉強してた人が成功するっていうよりは、あの特にその人工知能やってますとか遺伝子解析やってますみたいな話だと本当にそのアカデミック路線の極めてないと勝てないと思うんですけど、そうじゃなくて普通のその一般的なウェブサービスとかのそのインターネットのサービスとかの起業をされてるケースだと、なんかそこが大事かなと思って、なんかそのもう今の運とタイミングっていうのが、なんかそれを掴むためにどれだけ準備したかってことだと思うんですよね。そのなんか成功されてる方って、その運とタイミングっていう偶然をちゃんと必然的に掴んでる準備をしてるってことだと、なんか今日の話を聞いてると思うんですけど、ちょっとまあ時間も最後インタビュー迫ってるんで、最後になんかお聞きしたいのが、あの泉さんにとって、まあ、その今ここに来てる参加者の方でも起業されてる方、今後起業したいなって考えてる方とかいろんな方がいると思うんですけど、なんかその泉さんにとって起業とかスタートアップってどんな意味とかどんな意義があるものなんですかね。なんかよく一つの事例として、あのベンチャー企業とスタートアップ企業って何が違うのっていう問いがあるんですよ。でなんかスタートアップっていう単語、まあ、今回 の, そのスタートアップグラウンドっていう名前ですけど、スタートアップってベンチャー企業とか、まあ、いわゆるその中小企業とか違うって言われていて、でもそれって何かっていうと定義が、例えば設立の年数なのか、あの会社の規模か、そういう話じゃなかったりするんですよね。で何がそのスタートアップかっていうところって、いかにその短期間で立ち上げて新しいその世にないものを生み出していくかっていうのがスタートアップの定義だっていうところがあの言われていて、そのまあこれ多分西海岸の方からスタートアップ企業たくさん生まれていると思うんですけど、例えばウーバーみたいなものが世の中にあった生活なかった生活、アマゾンがあった生活、グーグルがあったなかったって人生においてかなりの影響を受けていると思うんですよね。まあ、そういうその人が生活する上でのプラットフォームになる新しいものを生み出す会社っていうのがスタートアップだと思って、例えばじゃあ人材派遣会社で、まあ、上場準備して上場します、それは利益出るかもしれないけど、そのビジネスモデルってじゃあスタートアップなのってやると、まあ、利益水準いいそのベンチャー企業の上場だよねっていう定義になってて、儲かってる会社だよねみたいな、まあ、儲かるんですけど、儲かればいいって話じゃなくて、スタートアップはやっぱりその世の中になかったものを切り開く、だから新しいビジネスを立ち上げることかなと思ってます。なるほどですね。じゃあインタビューはね、一回とりあえず、まあ、とりあえずあれですよね、成功に必要なのは運とタイミングという感じでインタビューは一度総括させていただいて、このあと5分ほど休憩を挟んで、トイレ休憩とかを挟んでいただいて、あの泉さんに Q&A を皆様からもさせていただく時間いただくことできますか。大丈夫ですか。それではあのまずインタビューの時間を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。